アントン・ベンジャミン・ヘンドリク・ベルヘイは、オランダの指揮者、作曲家、ピアニスト、教育者。主な弟子に、エドアルド・フリクセ、ヘラルド・ブンクラがいる。また、ソプラノ歌手のアール・チェ・ノール・デヴィール・レディング・ウスと、アルト歌手のパウリーネ・デハー・アン・マニトでユニットを組んで、演奏活動を展開していた。ロッテルダムの貴族の家に生まれる。父親はオルガニストであった。14歳の時に、 父の後を継いで、ロッテルダムのカトリック教会のオルガニストになる。第一次世界大戦前期まで、音楽振興協会ロッテルダム支部の支部長を務め、後にハーグ支部にも属した。1920年代後半には、ベルヘイがロッテルダム支部のために知られざる、ロシア音楽を収集していたことが明らかにされた。指揮者としては、1894年に、 ブラント・ブイスの後任として、ロッテルダム男性が師匠団の指揮者を務め、後に、同団から、名誉指揮者の称号を贈られている。1896年から、ブランコファンダンツヒの言語障害を持つ、子供たちの教育をサポートするようになった。ビオグラフィー、バンジェラルドバンク・ハット・エビ・クリメティ、バンデンヘア・エビ・エイチ、バーヘジ、 アマースフォーツ・ダグブラード、デイムランダー、18フェブリューリ1924、P3、カーク・コンサート、オンス・ブラード、2オクトーバー1909、P2PJ ブロック、ロッテルダム、ミュージック・スタッド、イン、HA、ミルム・ターワグト、H、ビラグ、ヘッド、ブーク・バン・ロッテルダム、ワット・ニート・イン・ベーデカー・スタート、アムステルダム、P67 から73、ブランコ・バンダン・チグ・パーク、 ルーズ24、ありがとうございます。